おはこんばんは、セガンドブレンドです。今日は土曜日で、これからちょっとたまりにたまった洗濯物を片付けようかなと思います、うん、ね、うん、結構何日分たまってるんだろうって感じだけど、すごいよね、うん、寒かったからやってなかった。そう、あとね、まあ前紹介したかな、この家ね洗濯機が家にないんだよね、うん、だからコインランドリーに行かなきゃ洗濯物ができないのでっていう言い訳をしてみるけど、まあ、でもねコインランドリーでもそう大変なんだよね、寒いじゃん、うん、で体感気温が30、40ぐらいになって外出たくないし、洗濯物重いし、うちね1階じゃないからね、重いもの持って降りるのも大変だし、うん、っていうのがいろいろあって溜まってますってことで。他の文句ありますか？ありません。もう言い尽くした。言い訳は。ってことで、じゃあ洗濯物をとりあえずやってから、うん、今日の一日をスタートしようかなと思います。ってことで洗濯物をとりあえずまとめ終わったんですけど、量がすごい。大きいカゴが3つ。多いね。よいしょよいしょ。もうすでに2個はこの中に入ってる。よいしょ。ふわ。は。OK。行きますか。行きますよ。行きますよ。どこに行くか決めた？その、どこのランドリーですか、うん、見つけた。 OK、うん、じゃあ行ってみましょう。ちょっと遠いところだけど。本当？でも良さそうなところ、うん、なんか大きいから、機械が大きかったからそれにした。行こう行こう。洗濯物を入れてきて、今ちょっと散歩してる。そうって感じ。コーヒー屋さんがあと5分でオープンするから。コーヒーじゃねえよ。5分じゃない。コーヒーじゃないし。なんだっけ、バボティ。バボティ屋さんがあと5分。ーー、うん、ああ見て、犬靴下履いてる。すごいね、雪景色。雪の国。いた。スピンはスピンは。寒いバージョンだね。オープンしないかな。そこだよね。なんて書いてある。Fairyville。Fairyville。出た。出たおさす。これ梅だった。そう。じゃあこれキャベツかと、なんかさ、キャベツ野菜かと思ってた。キャベツかと思ったの。そう。でもカリカリ梅のカリカリの梅。嬉しいねじゃん。うん。うん。洗濯が終わって、これからお昼ご飯を食べに行こう。寒い、ね、寒いね。お昼ご飯楽しみ、うん、お腹すいた。美味しいとこ行こうぜ。いいよ、いいぜ、いいぜ。OK 行こう行こう行こう。さあご飯を食べに来たよ、フレン様。そうだよ。そうだよ。寒いよ、もうやだね。え、うん、寒いさも言いたくないけど寒いね。寒いよ。OK Bros。 OK Bros に来ました。 What is the OG sauce?
It's like a soy sauce with a little bit of ginger in it. Okay. It's like a marinated tuna. It's like a Hawaiian blend. Okay. Ooh. It's salt. なんか疲れた。やっぱりセゴだよ。まずアボカドとツナと野菜とこれ飛び込む。なんていうの？飛び込む。セゴはシーフード丼みたいな。全部それもこれもこれもそうですけどね。でもサーモンとツナとシュリンプとあとわかめ。わかめサラダ。そうこれ超美味しそうです。枝豆とあと寿司ライスとオニオン。フレークトッピング超美味しそうじゃない？うん、食べよう。超美味しいです。美味しいよ。戻ってきたよ。また車だよって。どうでしたか？ポケボール超美味しかった。寝ちゃうの？美味しすぎて寝るね。でも帰ってこれから。いやめっちゃ美味しかった。自分のサーモンとツナとエビが入ってたシーフード尽くしのポケボール、うん、で自分サーモンとアボカドとか美味しいね。野菜とかここ結構いいね。なんか前ほら動画で紹介したさもう一個のポケボールよりも3倍4倍ぐらいこっちの方が美味しいと思う、うん、全然違うね、うん、こっちの方が美味しかった。これチェーン店全国全アメリカにあるの、うん、結構、うん、チェーン店大きいチェーン店、うん、チェーン店だからアメリカ来て近くでこのお店があったら行ってみてください。いろいろ自分でトッピングね、できたりとか選べたりもできるんで、うん、なんか自分のなんかどんなご飯とかどんな野菜入れるとかどんな魚入れるとかどんなソースとか。だからでもさ俺とかさいつも緊張したもん。なんかもう喋んなきゃいけないじゃん、うん、トッピングするときもこれとこれとこれとこれ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 トッピングしてとかさ言わなきゃいけないからちょっと喋るのが苦手な人はね大変かと思うけど、でもそのだったらできてるやつ、うん、できてるやつ頼んだりとかできるから、うん、それもいいかなってことで、じゃあ一回家に帰ってお昼寝して、その後友達のね、家に今日は夜ご飯を食べに行くので、うん、またちょっとね、動画ちょろっと撮れたらいいな、それ。ちょっと昼寝してから。そう、昼寝してから。食べた後お腹いっぱいだから眠くなっちゃうね。うん、さて、行きましょう。行きましょう。運転しましょう。おはようございます。おはようございます。昼寝から起きました。何分休憩したんですか？何分だったっけ？1時間半でも俺ちょうど1時間半、うん、で最後はほぼ2時間そう昼寝してチャージしたので昼寝じゃないよねそれちょっと昼寝昼寝そうしてこれから友達ん家に行ってきます。おいちょっと行ってきよう来よう。はーいもうバイ。友達に来たけど、そうなんかすごいことやった。ゲインだよ。柴犬。ママ。ブライアンがスープを作ってくれた。美味しそう。拾われた。やっぱ飼い主が好きみたい。セイ。No. It's like I thought it was my seat. What kind of like vegetables?It has a Napa cabbage and like some greens, basically. Like collard greens? Yeah, and then mushrooms, and then tofu, and then it has like a ham on it. It's like some weird thing that I made out this tastes good. So, as much like miso. Looks good. Okay. Okay. You know me. They're like Chinese. He likes that sauce. What? Oh, masco. Yeah.
Thank you. ただいまただいまただいますただいま友達の家から帰ってきました、うん、ブライアンちと今夜の11時半ぐらいだね。たっぷり遊んだね。6時から でね、誕生日プレゼントをもらっちゃった、うん、嬉しい。いろんな食べ物とかお菓子とか中国のね、うん、食べ物とかお菓子、そうありがたい。あと韓国のマスク、そうフェイスパックとかももらっちゃったから綺麗になろうもう綺麗だよ、ね、ありがとう。そう2月4日が私の誕生日なので、まあこの動画上がってるのは2月4日になってるかどうか分かんないけど、分かんない。あ、2月5日になってるかな、もしかしたら。うん、まあそういうことですってことで、じゃあ今日のブログはここまでになります。はい、この動画面白いと思ったら高評価のボタンと、あとチャンネル登録とかしてください。お願いします。あとコメントとか、あとは SNS のフォロー、そうとか そうだよ。あとはショールームとか詳しくは全部概要欄の方とかに郵便ポストとかも載ってるので、情報が、うん、そっちをチェックしてみてください。お願いします。ってことで、じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。おやすみー。